皆さんこんにちは。えー、薬学系研究科のまあ、医薬政策学というところにおります。五十嵐あたると申します。どうぞよろしくお願いいたします。まあ、あの1、ー、限目というか、あの小林修先生、私も実はあの十数年前、学生時代にちょうど小林先生の講義を薬学部で受けておりましたけども、あのー、こうしたまあ、無駄を省いて、あのー、効率的に薬を作るという話をまあ、いただきました。 で私は実は実その後なんですねであの薬ができた後を実際、皆さんがまあ使うわけですけども、まあ、今、ここ、日本です、そうすると、まあ、おそらく皆さん、あのお医者さんに行って薬をもらう、その時はあは保険証を出して、まあ、あ,のやある程度安くお薬が買える、あるいは医療が受けられるよというシステムだと思いますと。で 先ほど伺ったところによると大体きょう600人ぐらいの方にお越しいただいているというふうに伺いましたと。で大体鳴らしますとこの空間で1年間にどのくらい医療にお金を使っていると思いますか皆さんどのくらいでしょうかね。えーもし あのこの空間が、あのーまあ、平均的な日本,の日本人の年齢とか性別とかと同じだったとするならばおよそ1億8000万円年間で,でありますとでもしこの空間が皆さん65歳以上のお年寄りだったとしたらばもしですよ私あくまで「もし」と言ってますからねでそうしたらですね 年間でおよそ4億4千万円そしてもしこの空間が私はひょっとしたらそうなんじゃないかと思いますけどみんな15歳から25歳ぐらいだったとしたらおそらくそうじゃないかと思いますけどもそうしますと、まあ、ちょまあ600人ですからまあ一億あの6の六千万円ぐらいになりますとそんなに使ってるのかなとやはり あの今申し上げた通り実はお年寄りはそれ以下の世代に比べると4倍1人当たりお金を使ってますで一番お金を使わないのが15歳から25歳ぐらいの世代ですてな話をするとですねはやっぱりこいつあの医療あのなんか政策とか言ってたからあのお金を無駄を省いてともかく安くって話をするのかなというふうに思いかと思いますが実はそうじゃないです お金、確かに医療で無駄っていうとすぐお金ってなりますけどお金以外にも考えないといけないことがあるんだよというのが私のテーマでありますと先ほど小林先生のお話で、まあ、薬を作るのっていうのはすごく大変なんだよという話がありましたが実はあこの化合物はどうやら薬になりそうだぞと思ってからがまた大変なんですね、えー、どうやら薬になりそうだと いう候補の物質がが出来上がったとでその後にまた長い道のりがありますまずは動物に対してあの投与してみるとでその後に人に対してあの自本、まあ、最初はですねあの実際に体の中に打って飲んでみたらどういうふうにあの吸収されてどういうふうにまああの 体の中に行き渡ってそしてどんなふうに分解されるのかとみたいなことをまず調査するとでその後にあにちゃんとあの効くかどうかっていうことをその病気の人少しあの人数を集めてやりますあと安全かどうかっていうことも大事なことですで最後に、まあ、100人ぐらいの人を集めてきてあの、まあ、実際にこの薬って効くかどうかっていうかなりいろんなハードルがありますと であのそうしたハードルを全部総合しますとお、まあ、およそです、ね、あの1万から10万の、まあ、これ薬になるんじゃないかなっていうものを作って、まあ、1つが10年から20年の歳月をかけてあの薬になるという状況なんですなんでそんなことしないといけないんだとこれ飲んだ病気治っただから効いたこれでいいじゃないかとこれをですね飲んだ 治った、聞いたということでサンタロン法というんですけどもまあ例えばあのこちらえ健康茶を飲んだおばさんが一人いてでこのおばさん痩せたってよとあじゃあ私も飲んでみようかしらと薬もこれでいいんじゃないのとこの薬飲んだら誰か治ったってよじゃあ僕も飲んでみようと。 本当にこの薬ののおかげ、まあ、この場合は健康茶ですけどあこういうのをあのだ誰かが飲んで痩せた人が1人いましたよっていうのを症例報告というふうに呼びますけども、あのー、個人差はどうなんだと。 あの我は実は私は、まあ、あの統計学というものも、まあ、多少かじってるんですけれどもあの生物統計家っていうのはすごくへそ曲がりの人間でして、まあ、こういうおばさんがいたらですねあの近所づきあいのためにはあじゃあ、また僕も飲んでみようかなっていうのがま,あ、あのまともな人なんですけど統計家というのはですねいやあんたが痩せたからって他の人が痩せるとは限らないだろうとかそれとかあるいはいや、健康茶飲んだってことは食事に気をつけてたんじゃないの とかですね運動してたんじゃないのとそもそも明日体重測りますよって言うからあんた頑張ったんじゃないのとかです、ね、いろんなイチャモンをつけるわけです別に性格が悪いからつけてるわけじゃないです本当に健康茶のおかげあるいは薬のおかげで聞いたってことをちゃんと示さないと患者さんのためにならないからということをやってるんですねで、あのー、具体的にどういうことをやるかというと 薬の候補とそれと味とか色とか重さとかなん全く見分けがつかない薬を、まあ、薬もどきを用意してですねそして、えーまあ、ランダムに半分ずつに分けて一方には薬候補他方にはプラセボを投与するとその条件でもってちゃんと効き目に下がったら まあ他は全部違わないけど薬飲んだってことだけ変えてそれで聞いたんだったら薬のおかげだねというあのまあある意味で難しいはあの試験をやります皆あの巷にあふれるいろんな健康食品の広告とかありますけど同じことをやるならば健康茶とプラセボの健康茶味も変わらない色も変わらない匂いも一緒 だけど、なんかよくわからないけど健康茶の有効成分だけが入ってないよというのを作って半分ずつに分けてで健康茶飲んだ人は痩せたよとプラセボケチャ飲んだ人は痩せなかったよって示すことが必要になりますが、まあ、それは非常に難しいですとなおかつあ,のあまりこれは実はまだ枕なんですけどもあの例えばですね 飲んだ人があ自分健康茶飲んでるって分かるとですねあのちょっと頑張っちゃうとかですねあるいは研究を実施する人がですねあの人は多分何何もしなくても痩せるだろうじゃああの人健康茶飲ますよとでこの人は何言ったっていうこと聞かねえだろうっていう人にはあのプラセボの方を飲んでもらうってやるとですね全然聞き目なくてもまあ差が出てしまうので研究をする人も、まあ、実際に参加する人も どっちの群だかわからないようにするのような工夫が必要になりますですからまああの薬っていうのをあの薬候補から薬になるのはとても大変なことなんですね1920年代から50年代までは実は薬は安全でないといけないっていうことからまずスタートしてます効くより前に安全であるっていう方からスタートしてるんですね でその五十60年代から70年代まで、まあ、やっぱり、まあ、安全だけど何も聞かないんじゃしょうがないじゃないっていうことでさっきあのお話ししたようなどうやったらちゃんと薬のおかげって示せるのっていう話が出てきましてそして有効じゃないとやっぱダメだよねという話になりましたそしてさらにもう一個ハードルが出てきまして80年代以降まあ あのここにいる方、皆さん、おそらくあの保険証をお持ちだと思うんですけども、保険、すなわちみんなでお金を少しずつ出し合って、まあ、みんなが安く医療を受けられるようにしようというシステムで賄うんだったら、この薬の効率性っていうのも考えないといけないんじゃないかなと、じゃあきっとこれはともかく安くないとだめなのか、そうじゃないよっていう話を、まあ、あのこの後あのしていきますと。 先ほど2050年という小林先生のお話ありましたけどもどんどん日本高齢化が進んでいきますとあの学生にですね話すとですねこれ例えば2050年にはとか2075年には一点何人で一人のお年寄り支えるって言っても一とで聞いてんですよ。感覚の中で支える側だと思ってですね。そこで <laughs> あなたたち年には支えられる側ですよと言うとようやく実感しますと <laughs> あのどうしてもですね支える側の視点と支えられる視点そして誰もが私も30年後には高齢者になるということは結構抜け落ちちゃうんですねそして薬の値段っていうのがですね実はあのどんどんある意味で上昇しておりましてこちらこれはロマネ・コンティというワインですけども一瓶160万円と。 でここであの何かあのガムみたいなように入ってますがソバルディというですねこれは C 型肝炎の飼育薬です。で私あの実はあの こういうい医療費の分析とかやってますので、先ほどの化の学式とか、実は一切出てきません、この後で出てくるものとしてはあの足し算と引き算と掛け算と割り算ですので、まあ、おそらくはあのご理解いただけるかと思いますが、えー、こちら、あのー、28錠、実は1日1回飲むお薬で、3ヶ月飲むとかなりきれいに肝炎のウイルスが除去できるという薬なんですけども、じゃあこの瞳いくらかというと、実は。 あの今年の3月までの値段ですと168万円でしたほぼ同じ値段なんですねですから3ヶ月飲むとだいたい500万円かかるということなんですってな話をするとですねやっぱりじゃあお金の話じゃないのと、まあ、無駄ってのはもう安くすりゃいいってことかいというふうに思われるんですねそれから実はあの最近 あのまた別に認められたあのあの医療として B 型肝炎の人にのワクチンというのがあります。これ誰にかというと、あのー、新生児なんですけども、あのー、赤ちゃんに対して B 型肝炎のワクチンを打つと、まあ、ワクチンはこれ1クール、まあ、1回の、あのーまあ、何回か打たないといけないんですけど全部合わせてまあ2万円程度ということで500万円の C 型肝炎の治療薬と。 2万円の B 型肝炎のワクチン。なんとなくか、よくわかんないけど、2万円の方が安そうだなと、まあ、みんな考えますよね。それから、ここの背景に実はあるのが、この先に手を下すと。予防っていうのは、あらかじめ準備をしていく。一方で、治療っていうのは、病気になってから慌てて何かする。そうするとまあやはりあの こういういありますよね、アリとキリギリス。やっぱりこういうあの前もって準備した人っていうのは後から慌てる人より、まあ、報われてしるべきだというような発想もありますのでまあやっぱりこっちの方がいいのかなと思うんですけど実はそうじゃないこともありますであの医療経済やってのはお金だけかとそうじゃないよと。 いうことでじゃあ一体何を考えると本当の意味で医療の無駄あるいは無駄じゃないっていうことをあの考えられたことになるのかなというのをお話しておきますいきますついついですね医療においてあの無駄効率性とか費用対効果とか、まあ、それが私の研究テーマなんですけども、まあ、無駄であるか否かっていうのはこういうことを考えることなのかなとえー、お金 としては介入っていうのは,これは何か病気に対して取り得る選択肢だったら何でも介入ですあの薬であれ、手術であれ、あるいはほっといて様子見るであれ何でも介入と言えます治療って言ってしまいますとあの何もしないっていうことをあのは治療とは言えませんので介入っていうより広いあの言葉を使っておりますが、えー、薬代がこの緑の丸で 後で例えば今薬を飲んでおけばあの肝,炎肝臓がんとか肝硬変になる人が減って、まあ、将来得をするお話レベルだとこんな話できそうですよね。今薬を飲んどけば後で病気にかからなくて済むよ。 病気にかかったら、すんごいたくさん医療費かかっちゃう、お金かかっちゃうよと、例えば、脳卒中とかで入院したら100万とかかかっちゃうよと、だから、結果的にはあのプラスになるよというか、安くなるよというのは、こういう比較してるわけですよね。今、薬とかその他のものに関してかかるお金と、あとで減らせる病気の治療費。 でこれの比べっこをして、まあ、この状態だったら負けすなわちあの最初かかる医療費の方が多くなっちゃったら負けでこの逆のパターンの,この2番の方が大きくなったら勝ちってやるのが医療における効率性あるいは無駄の評価かっていうとそうじゃないんですねでもっとちょっと残念なことを申し上げますとこの緑のボールと青いボール を比べた時にこの大体の場合はほとんどの場合は緑の方が大きくなっちゃうんですすなわち今薬飲むのにかかるお金の方が後であの病気にかかんなくて済むことでああよかったなとあの節約できたよっていう費用よりも高くなりますえっじゃあ薬なんか飲まなくていいじゃんっていう発想なんでしょうかとでそうじゃないんですね 注意していただきたいのはこれは正しい評価じゃないんです。一個忘れてることはあります。それは何でしょうっていうと、もしですね、ともかく安くすりゃいいんだっていうんだったら、あの私が医療政策屋として取るべき戦,戦略はただ一つです。皆さん、直ちに今日保険証を置いて帰ってくださいと。で、明日から日本保険医療やめます。病院もあの薬,薬局も全部閉じちゃいますと。病気になったらまあ諦めてくださいとそうすると。 実は日本で全体で今40兆円医療費使ってます。税金がそのうち16兆円です。16兆円明日から浮きます。なんでこれだけ財政やばいって騒がれてて、どこの政党も参議院選挙にそういうことを言わないでしょうか。短絡的には選挙でボロ負けするからですけども、まあ、なんで負けるのってところまで考えると、そういう世界みんな望んでないんですよ。やっぱり医療が受けられなくなったら、 病気治らないじゃないか長生きできないじゃない健康でいられないじゃないそういうのは嫌だなと思ってるわけですだからこそお金をかけてより健康でいられるより長生きできるっていうことを買ってるわけです言ってみればだとしたらこれだけじゃダメだなとちゃんと考えないといけないもう一つの要素って実はこれ 健康上のメリットすなわち肝硬変や肝がんの患者さんが減ることあるいはこうちょっと生命予後と使ってしまいましたがこれはまあ長生きできることと考えてくださいそういうメリットを考えないとちゃんと医療があ,のある治療が効率的かどうかっていうのは分からないよねというのがあの僕ら医療経済屋さんの発想であります。 だから、まあ、トータルで例えば10億円プラスになっちゃうよと。だけど、実は10万人の人が助かりますと。それだったらいいじゃないかと。で、トータルで100億円のプラスになりますと。だけど、実は1人しか助かりませんってなると、うん、ちょっとどうなんだろうと。高いけどよく聞くものと、高いけど高い癖してあまり聞かない。 ものを切り分けるのがこの僕らの医療経済学あるいはあの薬剤経済学という分野でありましてこっちを考えないと本当の意味で無駄かどうかは分からないよということなんですね少しえと割り算をしていただきますけどもはい掛け算もありますが2つ薬がありましたと。 安くてそこそこのものと高くて効かないあ失礼、よく効くものですと。高くて効かないとだですね <laughs> で、あのー。100人当たりすると100をかけましょう、はいえー。200万円で85人救える緑の薬、1000万円で90人救える青い薬。さあ、この時新しい薬の、まあ、費用対効果というか、効率性と,かというか、無駄じゃなさ。 は一体どうやって測るのかなとお金と効き目を両方測るんだよって話を私しましたねそうするとまあなんとなくこういうのをやりたくなるんですねすみませんあの中学レベルの一次関数っていうのを昔思い出していただけると嬉しいんですがまああ緑色の薬っていうのは200万円かけて85人救えるんだから まあ200を85で割ると1人当たり2万4000円だとで青色の薬は1000万円かけて90人救えるんだから1人当たり11万1000円あじゃあ緑の方がいいのかなこれ実はなんか一番シンプルでいいんですけどこれ実はやっちゃいけないやり方でありますじゃあ何しないといけないのというとこのゼロと比較した状況じゃなくて この青い薬と緑の薬をダイレクトに比べるんですね新しい薬は余計に800万円かかるだけど救える人を5人増やせたよというふうに考えますそうするとあと800万円増えたんだけど救える人をプラス5人できるから一人救命増やすのに160万円という考え方をいたします で、これですね、あのー、ちょっとややこしい話で恐縮ですが、実はこの赤い矢印の傾きなんですね。で、これをですね、費用と効果の比を取って、この費用がコストの C、効果がエフェクティビネスの E、比がレシオの R、さらに、まあ、差分取ってるよということで、この増分っていうのは、英語でインクリメンタルというので、ICER と呼びますと。 このあと1人増やすのにいくらかかるんですか余計にかかるんですかという ICR を求めるのが全ての基本ですなんでそんなめんどくさいことやんの別に青と緑でいいじゃんこっちの方が分かりやすいんだからと皆さん思うかもしれませんですが皆さんが日常を安くてそこそこのものと高くていいものどっちにしようかなって考えるときには 実はこっち考えてるんですよって話をいたします。はい、こちら。えー、弁当が2つありますとあの。著作権のためにですね、これはあの和食屋さんに作ってもらってますので大丈夫です。あのちなみに5000円ぐらいかかってますけども、まあ、一応800円と1200円というふうに今書いてます。さあ、どっちの弁当を自腹で <laughs> 選びますかとお品書き、こちらですと。まあ あのやはりたあの高めのお弁当の方がですね少しこうグレードアップしてるわけで量もちょっと増えてるわけですけどもじゃあ、どっち選ぶかっていうときにですねえこちらの鮭弁当は1、2、3、4、5、6、7、8品あって1品当たり100円とですねあるいはこの実は焼肉弁当は600カロリーだったとで1カロリーあたりこっちは2円こっちは1カロリーあたり1.8円だからこっちにしようとそういう選択しますか絶対しないですよね やるとしたらば焼肉弁当を選ぶと400円高いぞと。でそれこの400円高いが質やら量やらの変化に見合ってると思った人はこの高い弁当を選びますしまああんま変わんないなとか今日はちょっと昨日いっぱい食べたからやめようとかそういう人はですねあの鮭弁当を選ぶわけですいずれにしてもそこで考えてることってこの差額が質やら量やらの変化に見合ってるかってことですよね。 ですからあの僕らだけが変なことをやってるわけではなくて実は日常も安くてそこそこ高くてよくいいもの2つあったらこの ICR のような考え方をしてるっていうことなんですでじゃあこの ICR ってちっちゃい方がいいのか大きい方がいいのかっていうお話をいたしますこれあのー、復習までに縦軸が効き目 横軸がおあ失礼しました縦軸がお金横軸が効き目でありますで2つ緑と青の薬見てみます緑の薬ってのは随分お金高くなる割にはそんなに効き目変わんないなと青い薬は随分効き目改善するけど大してお金変わんないなとじゃあどっちがいいかっていうと青ですよねこの時に えーと今までのやつと結んだ線の傾きっていうのは緑は傾き大きい青は傾き小さいで緑よりは青の方が優れてるってことになりますからじゃあ値すなわち傾きは小さければ小さいほどいいんだと費用対効果が良い優れるということになりますあるいは効率的だということになります。 なるほど縦軸お金横軸効き目両方考えるんですよというお話をいたしましたでお金はですね、まあ、円単位とかドル単位とか、まあ、これは動かないところですけど効き目ってじゃあ一体どうやって測ればいいのかなという話にまあ移るんですけども例えば、えー、肝,臓の薬肝炎の薬を評価するんだったら肝炎の薬を評価するんだったら 肝がんになる人を1人減らすのにいくらかかるかっていう基準で評価すればいいんじゃないかなとでこういう基準だとですね例えばあの肝炎の薬新しい薬と肝炎の古い薬の比較なんかはできますあるいは極論肝炎の薬治療と薬で治療するのと 肝移植をするのとどちらがいいかみたいなことだったらできますが例えば新しい肝炎の治療薬と新しい、まあ、あの肺がんの薬の効き目をあるいは効率性を比べたいなっていう時に「はい物差しは肝がんに何人かかるかです」って言ったら肺がんの薬のメーカー怒りますよね。 ちょっとそれは不公平じゃないかとうちらの薬の価値を肝がんの発症者じゃ測れないだろうっていうことになりますどうしたらいいかじゃあ何年長生きできましたかってことにしたらどうですかとそれだったら例えば肝炎の薬は肝硬変になる人肝臓がんになる人を減らすことで長生きできますよと肺がんの薬は がん細胞が増,増えるのをあの叩くことで長生きできますよとあるいは何かこう感染症の予防注射に関しては感染症にかかる人を減らせればまあ,あの結果的にあのその感染症で亡くなる人を減らせるから余命が伸びるまあ割と何でもできそうですですけどそれでもちょっとえうちの病気には不,幸あの不利じゃん って言いたくなる病気もあります代表格が認知症あるいは、えー、例えばですね関節リウマチなんかですね何が言いたいかと言いますと認知,症認知症で早く亡くなること というよりはどちらかというと、あのー、誰かが認知症にかかることで、まあ、あの本人のもあのなかなかあの性格が激変してしまったりあるいは徘徊したりして、あのーまあ、暮らしづらくなってしまうあるいは、まあ、周りの人もとても世話が大変だというような生活の質が低下するということの方が問題なんですよねあるいは関節リウマチ関節の あの破壊が進んでいって場合によってはまつ、あ、えをまつわづえとかですねもしくは寝たきりになってしまうとでもあの長いあの早くなくなるか、まあ、少しなくなるのようなデータもありますけどどちらかといえば、まあ、生きてる間の生活の質が下がるでそういうことって生存年数何年生きましたかって物差しじゃ測れないです なぜならどんな状態であれ生きてれば1死んじゃったら0っていうデジタルな感覚が生存年数ですからちょっとその生きてる間の生活の質っていうのも考慮してよっていうふうに例えば認知症の,あの研究者とかリウマチの研究者なんかはまあ言いたくなるわけですじゃあどうしたらいいのそこで出てきた物差しがこのクオリーという物差しであります これスパイスと書いてありますけど LY はですねこれライフイヤー生存年であります QA は何っていうと Q がクオリティ A がアジャスティドということで生活の質でちょいと重みづけした生存年ですよとだからあの1年2年3年4年って数えられるのと同様に1クオリー2クオリー3クオリー4クオリーというふうに数えることができます じゃあ一体ど,どうやってその点数付けするのなんですけどまあ非常に単純にピンピンを1点脂肪を0点としていろんな健康状態に QOL スコア QOL っていうのはクオリティオブライフ生活の質ですねで、あのー、1点満点で点数をつけます例えば寝たきり っていう状態に0.3点をつけたとすると10年間寝たきりで過ごしました生存年数は何年ですかとこれ疑問であります10年に決まってますね10年間って言ってんですからでクオリーですと10年間寝たきりで過ごした確かに10年過ごしたんだけどそこの点数付けが0.3なので1 0かけ0 3で3クオリーと あの計算をいたします図でありは表しますと、まあ、ここが脂肪ここがピンピンで、まあ、ちょうどこういう感じですね0.3の状態で10年生きたから、まあ、この面積分の3クオリじゃあ同じ期間元気で過ごしたおじいさんは1かける10で10年で10クオリそうするとこの2二方、えー、生存 あの過ごした年数は10年で一緒ですから何年生きられましたかってことでは差は出せないんですけどあのクオリーですとこの上にはみ出た部分があの差分ということになります10年間で7クオリー分の損失になってるよとで仮にこの領域に寿命は伸ばせませんだけどえー生活の質を0.6まで伸ばせますよと。 という薬があったとしたらこのはみ出た分のオレンジの6ひく3の3クオリー分の価値があるだろうと今までの薬に比べてプラス3クオリーの価値があるというふうに解釈できるわけです。で あのー、これを連続的に見てみますと、まあ、ここで病気にかかってだん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 へばっていって何もしないとこの C でなくなるで2つお薬があって、えー、緑の薬だと点 D まで過ごせる青の薬だと点 E まで過ごせるという時にじゃあ青い薬の緑の薬と比較した価値はと仮に。 何年長生きできましたかっていう生存年数で測るとしたらこの点 E と点 D の,あの差になりますすなわちこの分余命を伸ばせたねというのがまあ生存年数の差分クオリーで測るとまあ言ってみればここですね生きてる間の生活の質も考慮できるということで。 この挟まれている面積分があの薬によって得られたメリットということになりますと、まあ、このクオリーっていう物差しを使うとあの生きている間の病気に伴う生活の質の下がりっぷりそれから余命への影響両方をある程度捉えることができるとそうすると、まあ、いろんな病気の治療の価値をある程度公平に扱うことができると。 いうことなんですねそして当然出てくる疑問が私さっき「寝たきり0.3点」って言いました。どうやってその0.3点測るんですかと、はい。これ結構難しくてですね、あのー、割と人を相手にしてますので例えば、えー、ここが0ここが1で。 つけてくださいってやるとですね、何が起こるかというと、皆さんもおそらくアンケートとか答えるときに潜在的にやってしまうことなんですけど、あんまり端っこつけないんですよね。あのなんとなくこう真ん中つけるんです。そうするとあんまりうまくいかないと。実はこの0から10まででどっかつけてくださいっていうやり方ではだめですよということがあの示されておりまして、じゃあどうするのさと。 いうと代表的なのはこちらに紹介する、あのー、EQ5D5 レベルというあの質問表であります名前なんかどうでもいいです、あのー。これ実は120カ国語ぐらいバージョンがあります。で私そもそも120カ国語言葉を思いつきませんけどもそのぐらいバージョンがあります。で、あのー、移動の程度身の回りの管理普段の活動痛みや不快感不安や塞ぎ込みの 5項目に関して全然問題ないよから全然できないやまで、えー、5段階でチェックをします例えば11222とつけたらばあのー、換算式スコアシートのようなものが開発され、まあ、開発されておりましてというか開発したんですけどもあのいたしまして、あのー、そうするとじゃこの状態だったら 1>, 1点満点の、まあ、0.8点だねと84点だねというようなあの換算表があの整備されていますそうすると例えば薬の試験をやるときにこの質問表にちょっとつけてもらうっていうことでその QOL 値を測ることができますで先ほどあのとても高い肝炎のお薬がありますよというお話をいたしましたすごくざっくり言いますと あの肝炎の人が進んでいく、あのー、方向というのは慢性肝炎の無症状の状態から始まって大小性肝硬変、大小性というのは、まあ、ある意味でまだまだこう置き換えの効くというふうに解釈していただければいいですけどで非大小性肝硬変、そして肝不全であるいはですね、あのー、場合によってはこの慢性肝炎もしくは肝硬変から肝がんに行くと。 で肝細胞がでなくなるということなんですけども実はあの先ほどの薬を飲むとこのウイルスの、あのー、活性が非常に低く保たれた状態すなわちほっとくとウイルスがどんどん悪さをしてこの、まあ、慢性肝炎から肝不全もしくは肝がんに至る、まあ、悪い流れにあの乗ってしまうんですけども、まあ、薬を飲むと、まあ、ほぼウイルスをやっつけることができると。 そうすると、まあ、あの後ろに進まないで、まあ、この状態でいられるということでお話としてはですね下に行けば行くほど色が濃くなればなるほどお金もかかる治療費かかりますでそれから下に行けば行くほどきっと生活の質も下がるだろうとでそうすると最初に 高い薬使ったとしても後でこういう医療費を安くできるし QOL も上げられるからいいじゃないかっていうふうに言いたくなるんですがいやそのいいじゃないかじゃないだろうとちゃんと計算しろやというのがまあ世の中のまあ欲求なわけですすなわちこのお金これを達成するためにかかるお金と後で損をする医療費それから あの長生きできる QOL が高くできるっていうメリットが見合ってんですかってことはちゃんと計算しないといけないです。実は先ほどのこの質問表をさまざまな肝疾患の患者さんに調査すると確かにあの病気が進むほど1点満点の QOL 値は下がっていくよ。それから 肝疾患が進行すると慢性肝炎の人だと12万円でなんだけど年間ですよこれで、えー、肝がんの,、ま、あのステージが大きい人だと200万円かかるというふうにあなるほど確かに後ろに行くほど、あのー、お金がかかるしかつ QOL も下がっていくんだなとそして物差しに先ほどの 生活の質で重みつけした生存年を使うともう一つ嬉しいことがありますと何が嬉しいんですかっていうとですね実は合格ラインがあるんですね先ほど私に申し上げたのは1年伸ばすのにいくらかかるんですかっていう増分費用効果費 ICR っていうのは小さければ小さいほどいいんですよっていうお話をしましたこれですねで あの例えば1人救命当たり2000万円の薬100万円の薬600万円の薬って3つあったら100万円が一番よくて2000万が一番だめっていう相対評価はできますがやはり、あのー、絶対的な合格ライン結局あいつより僕点数良かったよっていう話だけじゃなくてそもそも僕単位取れたのかな っていうあの合格ラインの話っていうのがしたくなるんですけど実は物差しにクオリーを使った時だけちょっとここが面白いところなんですが1人1年長生きするのにいくらとか1人究明するのにいくらとかは合格ラインってあんまりないんですね唯一合格ラインがあるのが、あのー、1年ピンピンで長生きするのにいくらだったらお 払えますすかっていうラインなんですそれがおおよそ、まあ、先進国では500万円程度とされています。さてじゃあ500万円が合格ラインで500万円以下だったらまあセーフ500万円以上だったらアウトというような基準なんですけども先ほどの高いあの肝炎治療薬の費用対効果はどうなるかといいますと。 えこれ1万人の人に使った場合を仮定しています、えー、新しい薬を使うとまあ今までの薬に比べてまあ1人当たり400万円ぐらい412億円余計にかかりますとじゃあ医療費はっていうとあの既存の薬だと193万,万円で1万人で193億なんですけど新薬だとそこを120億円減らせます トータルで見ますと289億円やっぱり増えちゃいますこれはしょうがないですじゃあこの289億円に見合った嬉しいこと効き目があるんですかっていうと実は一、あのー、人当たりでいうと余命を1.2年延ばせると余命だけじゃなくてあのー 肝,肝疾患が進行することによるその肝硬変とか肝がんに伴う生活の質の低下っていうのを入れると1.34年ぐらい伸ばせるよと,ということで1人当たりで見ると289万円かけて元気な1.3年をゲットできると割り算すると。 1>, 1年伸ばすのにおおよそ240万円と私先ほど合格ラインは5600万円ですよっていうお話をいたしましたから、まあ、あの決してこの投資は無駄ではないよと289億円かけて十分リターンは得られますよというような発想になりますあのここの段階でマイナスになる薬というのは まあ、あらゆる医療技術を見回してみても、基本的にはあの、まあ、5%程度でしょうかね、非常に少ないです。あのこういう話をすると、医療に関するお金っていうのは医療費だけじゃないだろう。 例えば病気になって働けなくなったらその分あの稼ぎが減っちゃうじゃないかというこれはあの生産性損失と言うんですけどもそういうものを考えたら結局プあのあの削減になるんじゃないのという意見もありますけどもそれを加えても削減にまで持っていくっていうのは結構難しいっていうことはちょっとあの追加でお話ししておこうと思いますと。 先ほどもう一つ出したですね B 型肝炎ワクチン、こっちどうかなというと新生児全員にワクチンを投与するときと、まあ、お母さん、あるいはお父さんが保健者であったりあるいは医療従事者みたいにこう感染するリスクが高い人に限定した場合を比較するとワクチン代が投与対象者がすごい増えますので100万人あたりこの100万人というのはどういう数字かというとおよそ 日本で1年間に生まれる新生児の数ですで、えー、174億円増えて実は肝疾患の医療費の削減っていうのはマイ、ま、ナ、あ、ス2.5億円でしかないとでそうするとプラス172億円増えるとでもこれだけじゃなくて見合ってんのっていう効き目を見ないといけないんですけどこれややこしいんですが1人当たりにするとここに小数,小数点が効きます 31.0370対31.0381でありましてこれ1034万ではなくて1034万クオリーですね失礼しましたこれ一人当たりにしますと実は1000分の1クオリーになります100万分の1034ですから1000分の1です1000分の1クオリーって何ですかと 1>, 1年365日ですからおおよそ3分の1日ピンピンで暮らす8時間、えっと、<laughs> どうしてこうなっちゃったかというとそこで,あでそうするとですね実はさっきの1年伸ばすのにどのくらいかかるのっていうと1600万かかります。 先ほどの500万円の薬は240万だったんだけど、2万円のワクチンは1600万円と、おかしいなって思うかもしれませんが、背景にあるのはこちら、予防神話と書きましたがあの、予防して助かる人って誰なのかなと、予防して病気にかか,ったか,かんなかった人かなと、そうじゃないんですよね、実は、予防しなかったら病気になってたけど、 予防したおかげでかからないで済んだ人この人たちだけなんですで注意しないといけないのはこの病気なしと病気ありの人が一体どのくらいの割合になってるんですかということなんですね例えば今この瞬間に全員の方に黄熱病とかマラリアの予防をやるとこれ多分効率的じゃないですなぜなら ほとんど何もしなくても誰もかかんないからですその場合予防の分無駄本当に無駄になっちゃうわけですでも皆さんが明日から JICA か何かのプロジェクトでアフリカに行かれる東南アジアに行かれるであったらやはりある程度リスク高いですから注射打っておいた方がいいですでこのですねついついですね危機介入自体の効き目とか病気になったらどんだけ大変なのさ とか、そもそももどのくあこの2つはみんな大体考えるんですけどもじゃあそもそもその病気ってどのくらいかかるのどのくらいの人数がかかるのってことをあの忘れてしまうと正しい評価は下せないということになりますとえー、20秒だけ考えてくださいいろんな予防を挙げましたこのうち安くてよく効く結果的に医療費削減になる 予防にかかるお金よりも後で減らせる医療費が上回るのはどれでしょうとちょっとだけ考えてください。まあ、あるいはいくつあるかなでもいいです。9つありますけどもこの,大腸この CT コロノグラフィーというのは大腸がんの検診ですね。さあ、いくつかというと実はこちらです。禁煙治療と肺炎球菌ワクチン。禁煙というのはありとあらゆる予防の中で一番費用対効果に優れる介入です。 で禁煙会にはですね、70歳の方でもあの禁煙にかかるコストよりも後で減らせるお金の方があが上回りますところが通常の予防っていうのは実は高くてよく効くの,あの状態になる決してあの無批判に予防はいつもいいんだよということは、まあ、言えないということなんですねでこれまではこういう話をすると まあ、医療にお金の話を持ち込むなんてっていうふうに、まあ、ある意味で毛嫌いされてきましたところがあの黒船がやってきたんですね先ほどのこちらの肝炎の薬すごく高いんだけどすごく効くだけど財政どうしようとであるいはその次に来たのがオプジーボというお薬これは最初はですねやはりこれもすごく高いんですですけど当初は まあ、メラノーマというです、ね、非常に珍しい形のがん、まあ、あの日本でもまあ年間でおそらく数百人ぐらいにしか投与されないだろうということなので、まあ、あまり気にされてこなかったんですが、つい最近、たくさん患者さんのいる肺がんに広がりましたので、そうするとちょっと考えないといけないなと。オプジーボですと年あの月間で260万かかります。でまあ、ただ でなおかつちょっと何、どのくらい投与期間があるかというのがちょっと見込めないというのがあのこちらのソバルディという肝炎のお薬は、まあ、あの3ヶ月でおしまいなんですけどこちらはそうはいかないんですねで。それからもう3隻目の黒船がこのレパーサというお薬でしてあの5 6 0万なんですけど適応がです、ね、脂質異常症いわゆる昔でいう高コレステロール血症なんですね。そうすると 5 6 0万だったとしても一体何万人いるんだよと何百万人いるんだろうと話になるのでちょっと考えないといけないなというふうにあの医,療あの医療従事者あるいは他の,あのまあ一般の方々の感覚も変わってきました海外ではこういう発想あの当初から導入されてきたんですが あのこ日本でもこの4月からです、ね、こうした器用体効果ということを考えてあの、まあ、一部の薬に関して会社にデータを提出してもらってその、まあ、評価結果を次の値段実は日本の薬あるいは医療コシステムの値段っていうのは毎2年に一変変わります偶数年の4月に変わりますなので次の2018年4月の改定に反映させると。 いう,ふうになっておりますとで最後に1分だけもう1つとっても大事な無駄の話これは私一応薬剤師ですのであの薬をもらっても飲まないとでこれは飲み忘れじゃなくて飲み残しも実はあるんですよねで薬剤師会の試算ですと年間400億円から500億円とされていますとでこれはお金だけじゃないとなぜなら薬口の中に入らなかったら絶対効かないんです んんんでててもも効効ききまませせし紙棚に置いといと多分効きませんなので、飲まないってことは効かない、でお医者さんはあこの薬効いてないんだなと、じゃあもうちょっと薬増やそうということで、さらに薬を追加するということで、どんどん無駄が増えていっていますと。で、あのー、いろんな、まあ、これをなんとかできないかなっていうプロジェクトをやっておりまして、例えばこのブラウンバック運動と。 いうのはあのサプリメントとか OTC まで含めて薬局に皆さんに薬を持ってきていただいて、まあ、その場で確認しますよと一部の薬局さんとかであのこうしたことをやっていただいておりますこちらはですねハルモという電子お薬手帳サービスなんですけど電子お薬手帳ってスマートフォンかとじゃあ俺持ってないではなくて実はこのハルモというシステムはこの IC カードでできますあの IC カードだけで できて例えば。 息子さんとかですねお孫さんのスマホに情報を飛ばすということで遠隔でも管理ができますしあるいはスマートフォンをお持ちの方であればこちらのシステムで帳面じゃなくてもカードで管理できるというようなものを作っています実際このシステム今3万人ぐらいに使っていただいているんですが最高齢の方100歳超えていますのでここにいる皆さんでも皆さん使っていただけるシステムかなと思っておりますと最後に まとめですけども、医療の無駄っていうのは決してお金の無駄ではないよとで、一見、無駄っぽい,効き目もじゃない薬も効き目も考えたら十二分に見合っていることもあると。 でこれは決してなんか医療をカットするっていう話ではなくて、まあ、次の世代、次の次の世代まで、まあこの日本のまいい保険システムを維持していくためのあの一つの道具というふうに考えていただければというふうに思っています。じゃあえっ、ー、とこちらで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。